アメリカ、カリフォルニア州、ロサンゼルス。ナオは今、これから発表になるアルバム、セルフタイトル、ナオ渡辺のジャケット撮影に入ろうとしている。ロサンゼルスに6ヶ月滞在して作ったアルバム、全10曲。完成は間近。いくつものトンネルをくぐり、クラシックピアノを中学時代まで習い続けたなお。16歳のある日、自分のピアノから流れ出る音に書き留めていた日記を載せたら偶然曲になった。18歳でライブ活動を開始、以来止まることはない。唇を噛みしめて闇路に迷いながらも、毎日が新鮮で、でも緊張の連続。音楽以外他のことを考える余裕はない。普段のナオは子供っぽい。でも音に集中している時の彼女は大人に見える。真剣さが違う、表情が違う。みな、そんな彼女が愛らしい。舞い降りる雪たちはそっとささやきます。ナオは曲を自分で作った。家族や友人は皆日本に置いてきて、一人ロサンゼルスのアパートで作曲した。昼も夜も鍵盤と楽譜を見つめながら、曲を作っている時の彼女は何を考えているのか、多くは語らない。完成された曲を聴けば感じ取れる、心に響くはず。歌詞は自分で書いた、曲も自分で作った。出せる自分の全てを全部譜面にぶつけた。実力はある。あとは努力して歌い続けて、運命を鍵盤とこの声に委ねるだけ。何も変わらない部屋に残されたタバコの吸い殻も吊り下げた大きなコートも街並みも人の行くスピードもあなたの音楽に対しては厳しい。妥協はしない。心に響く歌を、もっともっと響き渡る歌をと、道行く人たちが立ち止まって聞き入れるような歌を歌いたいという。ロサンゼルスでの活動を終えたなお、でも自分の腕に
磨きをかけ続けるという彼女。彼女はまだ先が長い。これからが楽しみだ。